中川先生の優しいビジネス研究、ビジネス天国と地獄と題しまして、そう、天国のケース、地獄のケースに経営理論を学んでいってしまうというこちらのシリーズ、第4回となります。今回は、アイデアに乏しくて経営が苦しくなってしまったシャープ液晶テレビと、多様なアイデアで世界中の市場を取り込んだダイキンエアコンと、この違いを生んだ根っこの部分やものとは何なのか、これを見ていきたいと思います。まあ、まずビジネスの地獄ということで、液晶テレビを見ていきたいと思うんですけど、まあ、シャープさんのみならずなんですけども、実はこの液晶テレビ、技術的には日本が先行したんですけれども、ビジネスにおいては、韓国の企業などに市場の大きな部分を持ってかれてしまうということが起こったんですね。で、ただその原因というのは、どうも、日本企業の自らの失敗、あるいは日本市場の固有性にあるのではないかと見ることができるんです。これ、日本市場におけるテレビのテレビ売り場の一般的な絵なんですけれども、何かこう、各社の商品違いがあるのかと。まあ、実はこれ日本の昔からの悪い癖で横並び競争なんですね。携帯電話の通信キャリアさんでも何でもそうなんですけど、基本的に横並びで何も違わないじゃないですか。電力会社さんも同じようなサービスをしていますし、鉄道会社さんもまあ走ってる路線の場所は違えどもサービスの内容って似てきてますよね。何を作っても基本的に寄せる寄せる寄せるでそっくりなものの中の微妙な違いを選ぶっていう傾向になってしまうんですよ。実はこの日本メーカーの特徴というのが世界市場を捉まえていく上ではすごく弱点になっていたりするんです。実はですね、世界のテレビ市場っていうのは日本から一歩外を出ると全然違う世界が広がっていて、すごい見ていてワクワク面白いんですね。新しい技術が提案されていて変な形がいろいろあったり、日本人の目から見たらこんなギミックいるのというようなものが人々のハートを捉えて実際に売れている現実があるわけなんです。例えば指のモーションで操作をするというようなテレビがあったり、リアプロジェクション形式という形で超巨大な画面に映像を、ただ映像自体ぼんやりなんですよ、ぼんやりなんですけれどもでかい方がいいっていうのは結構アメリカのオタクなんかであったりするんです。リアプロジェクションテレビという技術、あるいは曲面になっているような技術があったり、中東に行けば時間になればきっちりコーランが流れるというテレビがあったりするんです。で、現実問題として各国の様々なニーズに対応してこうした商品を多様に出したところというのが成功している。まあ、端的に言ってサムスンと LG さんなんですけれども、正直なところ、絵や音に関してはダントツで日本製なんです。日本人の私たちが、まあその横並び競争の中で、ちょっとでも絵が綺麗な方、ちょっとでも音がいい方を買ってきたので、各社が絵や音を競い合って高めていった一方で、しかしです。世界にあるその様々な指で操作できたら楽しいジャンとか、とにかくでっかくしてほしいんだとか、抜群に重点音を鳴らしてくれだとか、コーラを流してくれだとか、こうしたことにきちんとある意味では市場のこの多様性に応えてきたのは韓国のメーカーだということになるわけです。ここでですから、この地獄の事例で私たちが考えなきゃいけないのは、どうして日本のメーカーさんってみんな同じようなプロダクトになってしまうのか、同じような価値基準でもってみんな同じような横並びの同質で競争してしまうのか、なんでなのかなんです。それを考える上で一つヒントになるのは、実は日本企業の中にもすごくユニークなバラエティある商品を出せる会社っていうのは、もちろん少なからずいらっしゃるわけです。そんな中でも典型的な成功例だと思っていいものがダイキンさん。そんなわけでビジネスの天国、世界トップシェアを取っておりますダイキン工業さんなんですけども、大阪金属でダイキンですよ。シャープさんとかと同じ大阪の会社なんですけども、近年ではこのダイキンという会社が大阪初の電気メーカー、世界で戦う電気メーカーの有力な一角だと考えられています。なぜか、もう先ほど言った話のまんまです。これらの商品が全部ダイキンさんの商品なんですね。中国に行けばこのタワー型といって巨大で、しかもこの金のボードなんかが貼ってて、ドンと見栄えがして、ゴーッとすごい音で部屋を冷やす。まあ中国においてはこの大きな冷房で客間に置いてお客さんをもてなすときに、すごいパワフルな冷房を効かせているというのが、お客様へのおもてなしでもあって、見栄でもあるわけなんですね。これがですから中国市場で受けるわけです。
で、それから、この右上のものはですね、ヨーロッパ市場で売られてるんですけど、逆に今度はヨーロッパに行くと、さりげないのが大切なんです。吹き口があって、ゴー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 音が出ているというのが、格好悪いということで、吹き出し口が見えない、音も静かで、こう、フラットなパネルになっていて、さりげなく部屋の一角についているというのが、ヨーロッパ的な感じ方。あるいはこの真っ赤なボトルですね、東南アジアなんかでもよく売れるわけなんですけども、赤というのは多くの地域において非常にこうめでたい色とか国を代表する色だったりするので、この真っ赤な色という形で主張をするようなエアコンがあったり、そして中東に行けば中東の人は音にこだわるので、エアコンに関しても音にこだわりにいて、内部にスピーカーを入れて音を増幅させる、この音かっこいいでしょうっていうエアコンの売り方をする。北欧では暖房だけ、アフリカに行けば今度は重量制で、まあ、この1台買うようなお金がない地域でも毎月使っただけ払えばいいですよという重量制課金体系という形で商売をしている、まあ、この柔軟性です。日本においてはこんな感じで、ピチョン君って日本市場本当変わってるんです。キャラクターが大切で、そして日本市場はとにかく機能が大切ということで、見てくれはともかく機能を最強に詰め込んだマシンという形で売ると。このように世界の多様な需要に応えて成功してきたのがダイキンさん。なぜダイキンはこれができたのか、違いを探っていきたいと思いますけれども、実はダイキンには中高の祖と言われるような井上さんという名経営者さんがいらしたんですね。まあ今では社長会長の座を動いていらっしゃるんですけれども、この井上さんという方がこのダイキンの基本を作ったんです。で、この井上さんが何を大切にしていたかといえば、彼のこのような言葉が残っています。求心力と遠心力のバランスを取るのが経営だという言葉。これを経営学の用語で言うなら、こういうふうに言えると思います。ダイバーシティですよね。求心力、日本の会社はものすごくこの求心力を求めるので、一つになれること、同じものを見て同じように感じられること、阿吽の呼吸で言わずとも分かること、これを重視してきたわけなんです。結果として社内の価値観というものが一つになりがちで、アイデアも一つになりがち。なんなら企業間で競争していても、みんな同じように問題を捉えて、同じように感じるか、同じような商品が出てくるということになるわけなんです。まあ、井上さんもこの日本の会社の日本の経営者なんで、この求心力の大切さというのも分かっているんだけども、世界でビジネスをしていくと、遠心力も大切で、日本でこれが欠けているということを感じていらしたんですね。それぞれの地域、それぞれの国で自由にやって、それらの市場にうまく適応していく遠心力、外に広がっていく力も同じく大切で、それと求心力とうまくバランスして、少しずつこう外に広がりながら、でも瓦解しないようにしていく。このバランス感覚を取っていくのが経営者の役割だと言ったわけなんです。まあもちろんこの話の軸というのは、この求心力でぐっと強く内側に巻き込みがちな日本企業にあって、上手に外に広がっていくパワーを担保したという点にあると思います。まあこのダイキンにおいては、例えばベルギーの拠点ではベルギーの人の自然な視線から見てエアコンこうあるべきだよな、そうやってデザインしていけば暖房のみのモデルが出てくるし、中国市場においては中国で営業している人、あるいは中国で物を生産しているとか見たら、いや中国市場に合わせたらこれが自然な形だよな。東南アジアでも同様だし、中東でも同様なわけで、世界各国の人々が何も無理に違おうとしていなくていいわけなんです。おのずと違っているのが私たちなので、そのおのずと存在する違いに、素直に商品開発、ものづくり、事業をやっていけば、多様性というのは自然社内に担保されていく。なので、求心力だけで一つにまとまりすぎないようにして、この多様性というのを上手に担保しておきながら、その中に串を貫くようにダイキンウェイという形で、中心部分を貫いていく。いいですか？話の起点、重要なポイントというのは、多様性が土台にあるということです。この多様性の存在ゆえに、世界の多様さに対して社内が十分に多様であれば、それぞれの市場に対応していける。それぞれの市場に必要な変化、イノベーションということを導いていくことができるわけです。
この逆であるのが、まあ、この日本企業の一つの良くも悪くも特質であるのが、同じものを見て同じように感じれるというのが良き組織状態であって、そういうおもんぱかりができる人というのが組織内の重要パーソンになっていくというような日本の組織デザイン、会社の文化のあり方かなと思います。まあ、こちら側はディバーシティ、多様性に対してコンバージェンス、修練という言い方をしますが、何か一つの問題を見たときに、みんな同じように問題を捉えることができるから、率直なところこちらの方がゴールに向かって進んでいく推進力、パワーとしては強くなるということが分かってるんですね。効率性で言えばコンバージェンスの方がはるかに高いし、そう、意思決定のスピードもチームワークをとって動いていくのもコンバージェンスのが何をとっても実はダイバーシティよりも優れているっていうのがこれまでの研究で出てきてしまっているんですよ。だからこそその居心地の良さ、業務効率の良さゆえにこのコンバージェンスの方を重視した経営になりがちなんです。まあ、日本はと言ってきましたが、世界共通でやっぱりどうしてもこのコンバージェンスの方が業務効率が上がるので、こちら側を志向する傾向があるわけです。だからこそそんな中にあって、先ほどのダイキン井上さんの言葉が重いわけです。求心力というのが、組織というのはおのず求心力が働いてくる中で、どれくらい遠心力、それぞれの部門が弾け飛び外に飛び出していこうとする力を担保していくのか、そのバランス感覚が大切なのだということになるわけです。かくしてこの同じような商品ばかり出てきてしまって、それで市場で敗北を喫してしまうと、このような状況に陥らないようにするためには、どうしたって事業をやっていく中では効率性やチームワークを追求すれば追求するほど、同じものを見て同じように感じるメンバーだけでチームというものを構成しがちになってしまいます。心がけて違う目線を持てる人を集めていくということ、すなわちダイバーシティというものを組織の中にきちんと担保していくということ、これが変化が多くまた多様であるこれからのビジネス環境に対応していくためのポイント、そしてイノベーションのためのポイントになってくるわけです。